ほんちゃん、まるちゃんのアジアの話。あ、おかえりなさいました。あ、ありがとうございます。いや、ちょっと画面に映ってるんだけど、お腹太ったな。俺今日腹出てますよ。いや、こんな、っていうほど太ったな。よくのせいじゃないの、わかんないけどね。かもしんないんだけど、こんな太ってた俺。いや、でも言ったけどちょっとまた太ったかもしれないですね。いやね、顔もちょっとふっくらしたし。もう油断するとね。すぐですか。油断ってわけじゃないんですけど、はいはい、そろそろやっぱりトレーニング再開しなきゃいけないなと思うんだけど、お腹にね、負担のかかるトレーニングがちょっとできないからね。ただ何のトレーニングするにしてもね、腹筋って使うわけじゃないですか。はいはい、また週3日踊ればいいんじゃないですか。ああ、もう1日ぐらいですね。え、金土の夜の他に何曜日？分かんないですけど、中日で中日、水曜日とかね、水曜日ね、うん、火曜日とか水曜日の後は、うん、ラーメン屋さん、はいはい、ゆで卵好きなんで。なるほど、なるほど。あ、そどうなんそれ、どうなんでしょう。どうでもいい話なんですけどね。いや、タイに行ってきたんですよ、はいはい。で、おかしいなって思うのがですね、向こうも異常気象なんですよね。あのね、なんか世界的にそうみたいですよ。はい、まあ、寒気だから、はい、まあ、過ごしやすいのかなと思ったんですけどもね、はい、まあ、暑いのは暑いんですけど、そんな蒸し暑くないんですよ。はいはい、ただ、スコールが半端ない。この時期なのに、いや、この時期なのに、まあ、ラーメン屋さんに食いに行って、はい、まあ、その時までは全然降ってなかったのが、はい、いきなり降り出して、降り出してて、降り出したことも気づかなかったんですよね。そう。で、まあ、外でなんか変な音がするなと思って、はいはい、で、入ってきたお客さんがびしょびしょになってきて、でドア開けた途端、外が見えないんですよ。雨ですごいんだ。で、もうバケツをひっくり返したような雨で、しかもその雨が地面に当たって跳ね返ってるので真っ白で、もう水煙、あれ外真っ白なの何、はいはい、っていうね、うん、たまにだけどあっちありますよね、そういう雨が、うん、たまにじゃないんですよ、それが。それしょっちゅうあるの？しょっちゅうあるんですよ。なんかいや、おかしいなっていうね、うん、ほんと世界的にもう異常気象なのか、うん。でやっぱりその、まあ、向こうの人にも聞いたんですよね、はい、いや、もうすごい雨降ってるよと、はいはい、いや、今までにないって話で、また洪水とか起きちゃうんじゃないの。いや、起きそうな感じですね、はいはい。でそれがまあ1時間半ぐらい続いたんですけど、外出たらもう水浸しで歩けないような、はいはい、そんな状況だったんですね。大変でした。実は、はい、タイのバンコクって、はい、世界一、うん、日本の飲食店が集中してるところなんですって。あ、世界一なんだ。日本以外ってね。おお、バンコク内、うん、バンコク市内に、はいはい、1700店舗出店してるんですって、日本企業が。ああ、いや、もう、って言われると、ああ、なるほどねっていうね、居酒屋から寿司屋から、はい、それ全部含め、焼肉屋から全部含めて、はい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 、それをですね、まあ狙ってというかあれなんですけども、実はまあ、築地が豊洲に移転したんですが、あ、そうですね、移転しましたね。で今回あれなんですよね、ピーク時で1990年ぐらいは、中谷さんが1300社ぐらいいたんですって。そんなにいたんだ。今半分の560社なんですね。へえ。で、まあ、実は築地が改装して豊洲に移るということになって、はい、でまた2年間ぐらいでやりましたよね、うん、その間に、はい、もう正直何でしたっけ、やっていけないんじゃないのみたいな人たちもいて、引退した人もいっぱいいるらしいんですよ、ね。なぜならばやっぱりちょっと時代の流れで、例えばなんですけど、スーパーが例えばなんですけど、はい、漁港から直接仕入れ、直産に なってますね、はいはい。あと大手の、まあ、例えばチェーン店さんとか、まあ、回転寿司屋とかもね、もう直接、はいはい、っていうのがやっぱ増えて、仲買人さんの仕事がどんどん減ったらしいんですよね。で、あと、まあ、後継ぎがいなくなったっていうのもあるらしいんですけど、はい、やっぱりかなり減ってて、今回豊洲に移った人たちもかなりそこからまた何十社が減ったらしいんですよ。ほうほう。でその中で、まあ、老舗の亀山さんっていう水産会社があるんですけど、うん、そこと、まあ、JAL ですね、お、飛行機のね、 JAL ね、はい、あと八百屋さんが一社と、はい、あとお肉屋さんが一社が、共同出資して、はい、合同出資でバンコク国内にリトル築地を作ったらしいですね。で、今すぐ導入してるんですよ。あ、そう。で午前中は、はい、業務用食材っていうか、業務用、まあ店舗の方とか、えー、まあ、もちろん会員さんじゃないと買えないんですけど、はい、会員さんたちが
午前中は買いに来る、うん、まあ場内ですね。ああ場内、はいはい、うん、でそれ午後になると今度切り替わってですね、はい、一般の人たちも帰れるようになる、今度場外に変わるんです。いや確かにね、あの数の日本食レストランが、はいはい、まあ、そういうのがあったらめちゃめちゃ便利だと思うんですよね、はいはいはい、みたいですね、だから今こぞって買いに来てるらしくて、はいはい、多分あそこにまた参加する人たちが何社か出てきて結構それで盛り上がるんじゃないかって言われてますね、はい、それってできたのいつぐらいなんですか。多分9月の末とか。あ、じゃあまあできて1ヶ月2ヶ月多分、ね、9月とか。へえ、じゃあ早速視察してこなきゃね。そう、意外とねそういうのってニュースにならないから困りますよね。いやでも実際ねそのチャンスに乗っかっちゃってるっていうような感じではあると思うんですよ、はいはい、でそのね、ま、毎月毎月行くじゃないですか、はいはい、行くたんびにやっぱ新しい店舗、しかも日本食店舗が増えてんですよね。すごいらしいですよ。そう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 、出店のあの速度が、うんうん、そう、特に多いのがデパートの中の店舗、はい、あー、はいはいはい、フードコートだとか、それとあの大戸屋さんはもう本当そうですね、もう老舗ですからね、向こうの老舗なんですよね、しかもあの美味しい美味しいね、美味しい、びっくりですよ。ああ、いやだからね、その俺エビとパクチーダメじゃないですか、はい、もうタイ料理ダメだと思ってたんだけども、全然向こうでも普通に過ごせますよね。そうですね、あの雲ない、はいはい、うん、で、あの向こうのレストランの、まあ、料理人っていうんですかね、うん、腕上げてる。あ、いや、あの実はですね、はい、うん、もう日本の職人さん結構向こう行ってるんですね。でその僕テレビ見てて、はい、そのリトル築地ですね、うん、はい、外国人じゃなくて日本人の板前さんがみんな買いに来てるんですよ、うん、へ、結構いるんですよね。あ、なるほどね、うん、で日本でもめったに出ないような魚を、うん、はい、まあ、その仲買人さんがわざとバンコク向けに送って持ってきたりとかしてるんですよ、はいはい、でその空輸のシステムがまた素晴らしくてですね、まあ、やっぱり JAL が一緒に出資してるっていうのもあるんですけど、貨物使ってないんですよ、うん、え、旅客機の中にカーゴを入れて送ってるんですね、はい、あ、じゃあ早いんだ、22時間後に着きます。へ、あ、22時間後にはその月、はい、そのリトル築地に商品が並んでます、はい、ああそう、はい、いや、あの沖縄バンコク間っていうのがかなり今飛んでるみたいなんですよね。そうですね、うん、しかもそのそれがね、うん、実は穴が牛耳ってですね、そこは、はいはい、沖縄便は今成田から、うん、その JAL 便が一生懸命それをやってるみたいな、はい、そうなんだ、はいはいはい、羽田の方がチキンじゃねえのとか思うんですけど、いやいや、もうそうはそうなんだけどあのやっぱりその羽田行くのと、はい、その成田行くの、はい、どっちが便利って言ったらみんな羽田の方じゃないですか、はいはい、だから旅客っていう部分ではどん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 羽田に移ってるんですよね。ただその安いっていう部分ではね、その成田から LCC が結構な数飛んでるようになるんで、はい、はい、でその、まあ、今まで、はい、まあ、なんか驚いたのは、うん、あの大手のデパートなんかでも生鮮食品屋さんっていうか、まあ、海産物屋さんがあるんですけど、はい、実はほとんど日本のものって並んでないんですよ。っていうか 100% 日本のもの並んでなかったらしいんです。おろろ、うん、近海とか、まあ、要するに南国で取れるような魚ばかり。ああ、そっかそっか、はいはい、で今回初めて本当にもう完全なる日本からの空輸ということで、へえ、もう全部国産品なんですよ、はい、おお、うん、全くもう日本の生活に困らないっていう食、そうそうそう、で、うん、それで言ってじゃあ日本よりじゃあ数倍高いのかっつったら、いやいや大して変わんないんです、ね、ですよね、そうそうそう、すごいですよこれ。あ、そうそう、で生牡蠣とかもね、岩手産のとかねいっぱい並んでて、でその場で買ってその場で食べてるお客さんもいるぐらいで、あ、そう、はい、向こうでやっぱり生食べると、ね、ちょっと怖いなっていう気持ちになりますけど、まあ、だからそこの方は絶対大丈夫です。だからまあやっぱりその飲食店も売りやすくなるんですって、はい、ああ、はいはいはい、そうだね、堂々とどこどこさんっていうのが言えるし、うん、純日本産っていうのを歌えるから、嘘偽りなく売れるらしいんですよ。まあ要は結構 ありがちなのが、はい、いやフェイクでこう表示してるお店がやっぱあるらしいんですね、はい、でそういうのに対してもちゃんとしたものをうちは売ってますってい こう仕分けをするために、はい、飲食店さんもわざわざそこへ買いに来て仕入れてるらしいんですけど、はい、なるほどね、うん、いや確かにね、あのいくら取り放題っていう店はありましたよ。はいはいはい、いやこんなことやって大丈夫なのって思ったんですけど、はいはい、ただそれは多分日本産じゃない可能性ありますよね。あ、うん、かもしんないけれども、あの値段見たら、はい、だいたい日本円で1000円そこそこなんですよ。
それちょっとあれですね、1000円そこそこでいくら取り放題、はい、まあースーパーの卵みたいな感じにはなってるかもしれないですけど、はい、客寄せ用にね、はい、やってるかもしれないですけど、はい、鮭いくら丼だとかね、はいはい、なんかそんな店があって、はい、まあ入ろうかなって躊躇はしたんですけれどもね、ただ人はたくさんいましたね。いやもうなんせね、とにかく今もう和食は完全に根付いてて、はい、もういやもうそうですね、みたいですね、タイの中でも。だって寿司めちゃめちゃ人気だもん向こう。そうですね、でやっぱり日本人からすると寿司って高いっていうねイメージあるじゃないですか、はい、向こうはもう最初から安いっていう感じですよ。ああ高級じゃないですもん。まあなんかやっぱり日本から老舗の寿司屋さんが何社か行ってて、はい、そこはやっぱ高くて、はい、まあ、日本よりもちょっと高いぐらいの値段取られるらしいんですけどね。あそう、 2,3 万は普通に取られる店あるらしいんですけど、ね、あのセブンイレブンにお寿司の握りのパック売ってる。その辺からね。そう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 、まあ変な話、一時屋台でも売ってたみたいですよね。そう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 、それほどやっぱり日本食文化っていうのは浸透しつつあるし、だからそんなね築地なんかできちゃったらさらにじゃないですか。そうなんですよ。それ場所どこなんだろうね。俺もちょっともう一回テレビ見てみ、見返してみないとかですけど、場所がどの辺とかってちょっと載ってなかったんですけど、ただね、野菜めっちゃ高いですよ。野菜ね、だって野菜だって日本だって高いじゃない。高いしね、多分世界一ぐらい高いですよね。だからその日本産のトマトとか9個入りで1000バーツだから、3000円、3000から3500円。おお、そう、それは高いわ。高いっすよね。まあただね、買う人ってどんな人なのかなっていうと、まあ、安心安全を望んでいるような、まあ、向こうでいう裕福な層の人たちなんでしょうね。そうでしょうね。まあ、高級店ですよね。はいはいはい、でも考えてみると向こうで美味しいトマトって食べたことないね。そうっすね、あんまりないね。相当差がありますよね、はいはい、多分ね。あ、そう考えると、向こうでどういう広告宣伝方法をしてるんだろうってね、そこら辺ちょっと気になりますよね。まあ、やっぱりインターネットじゃないですかね。そうだろうね。だから向こうでその日本食屋さんやる人たちがまたどんどん増えるかもしれないし、職人さんも向こうに流れる可能性かなりありますよね、しかもそんなのができたらやりやすくなるよね。やりやすい。今までどういうふうに輸入しようかっていう悩みがあったの、それが解決するってことはすごい商売としてはかなり、いいですよね。面白そうだ。確かにその、まあ、海外っていった部分では、まあ、日本から近いのはね、まあ、韓国中国、じゃあ韓国中国で、ね、その日本企業行って商売できるんですけど、やっぱり国と国との間のやりにくさっていうのはあると思うんですよね。あと韓国なんかもね、韓国国内でいろんな人が起業して潰れてっていうのはてて、まあ、しかも今韓国の経済もボロズタボロっていう感じで、ね、だから変な話ですけど、上場会社辞めてなんかカフェやって独立する若者がいたりとか、はい、みんな結構そのうちの10% しか成功しないとか言ってましたけど、まあ、するとそのね、今みたいに築地みたいな日本の機能をどっかに持っていくとしたら、どこがいいのかなって考えると、ね、中国ダメ、韓国ダメ、じゃあもうちょっとした、まあ、台湾はいいのかもしれないけれども、もうちょっとまた下行くとってもインドネシアだとか、ね、マレーシアで、まあ、タイって本当いいのかもしれないですよね。いいんじゃないですかね。いや確かにね、あの飛行機乗ってても、まあ、人はもういつも満席だし、で、まあ、飛行機の数も増便するような話になってますし、まあ、あとだから忘れちゃいけないのはベトナムとかですね。ベトナムね、そうそうそう、ベトナムも来年なんか人口1億超えるらしいですよ。いや、ベトナムはね確実に来ると思いますよ。やばいですよね、はい、つばつけといた方がいいと思いますけどね、ベトナムも。そうそうそう、で、まあ、あの日本における、その日本語学校の、まあ、留学生っていうんですかね、はい、ベトナム人相当増えてるみたいですね。あ、そうなんだ。そうそう、今まで、ね、中国人当たり前、韓国人当たり前だったのが、はいはい、やっぱりその向こうのね、そのベトナム、まあ、タイもそうなんだけれども、インドネシア、はいはい、あっちの方からバーッと来てるみたいですよね。いやだからそうなると今後日本ってどうなっていくのっていうね。いやどうにもならないですよ、まあ、日本は。だから国内販売要するに今ね、その内需っていった部分ではあんまり販売が見込まれなくなってくるじゃないですか。そうですね、消費税が上がる。いや本当にね、ポンちゃんがいない間にずっとニュースいろんな特番とか見てましたけど、何すかの定率減税。いやあのね、わけわかんないですよ。何あれバカじゃないの。ねえ、意味わかんないです。いやだからね、もう考えてる人たちがどんな人たちなのか、消費をしない人たちがそれ考えてんじゃないっていうね。いや本当そうなっちゃいますよね。何なんですかあれ。
いやだから本当来年どうなっちゃうのっていうね。いやもう本当ね、公園でねこれから飲み食いするお父さんたちが増えるかもしれないですよ。いや店の中ではね、店の中だと高くて外だと安いのっていうね。おかしいでしょ。ああそう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 。だからまあ、だから、まあ我々の中ではまあそのデリバリー業界はね、はい、多少おほほほ追い風になりますよね、うんうん、いやだから日本の飲食店潰しにかかってんじゃないかっていう。いや本当ですよ。あと中小ですね、はいはい、うんうん、だってねおかしいのは、はい、まあ、例えばお弁当、まあ、デリバリーのお弁当にしてもそうですよ、うんうん、あの食材は 10% で消費税 10% で知れるんですけど、はい、包材は 8% なんですよね、消費税その切り分けはどうなの、何なんだっていう話で、うんうん、わけわかんないです、はいはい、で、うん、実はこの間サマータイムの問題があったじゃないですか。あ、はい、うん、あの結局まあ、まあ、多分やらないんでしょうけど、ね、はい、実はこの定率減税も、はい、ヨーロッパではすごい今問題になってるんですって。お、だから、はい、他の国がやったことを、うん、回り回り一周回って日本がやろうとして、うん、でもこけるんじゃないかと思ってですよ、うん、そう、うん、あの昔 3% から 5% になる時、はい、もうそういった話があったんですよね、はいはい、うん、まあ、贅沢税をつけるかどうかとか、はいはい、うん、だから毎回毎回それやってるわけですよ、はいはい、うん、アホですよね。ってだってね、ヨーロッパ、まあ、例えばドイツなんかは、はい、マクドナルド、うん、ね、うん、あのどういうことが起きてるかっていうと、お持ち帰りですか、店内でお召し上がりですかって、持ち帰りです、はい、持ち帰りに袋に入れてもらいます、うん、それでそのまま店の中で食うらしいです、うん、はい、なるほど、なるほどね、だって向こうは 2% どころじゃないですよ、はい、確かに 5% か 10% 違うんですよ。だからそんなことやっていいのっていうね、バカでしょ。そうそうそう。で面白いのがカナダ、はい、うん、カナダはドーナツは5個までは 20% なんですよ、税金が6個以上買うと 10% になるんです、うん、5個までは店で食うだろうと、そうで1人で6個以上は食えねえだろう、食えねえだろう、だから 10% なんですね。でところが、はい、お店の外で何人か集まってからいっぺんに買うんですって、うん、お店の外で分けるらしいんですよ。もう本当だから、ね、そんな話ですよ、くだらなくないですか。はい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 、いやあのね、なくなると思う。それでいや、じゃあもうなくなる云々の前にやんないでほしいんですよ。いやいや、うん、だってその定率減税を導入、まあ、ただのね 10% をやるならまだまだしもですよ、うん、これ一律だからそれはもうみんなが一緒なのしょうがないかなと思うんですね、はい、でもその定率減税云々とかっていうのも新聞が 8% かわけわかんないことやってるんですけど、うん、それにかける税金のが全然無駄じゃないですか。もうそうだしね、お店側としてもまたレジを変えなきゃいけないでしょ。そうするとね、もういろんなもう問題って出てくるわけですよ。そうで、お金のない、なんかお金のないって言ったらおかしいですけど、これから先また何年も続けないよなんていうね、商店街のねおっちゃん、はい、おばちゃんたちはレジ新しくするかしないし、うんうんうん、いやだからもうね、お店も辞める人も増えてくるだろうしね、そう、もうやってらんねえよっていう人たちもたくさん出てくると思う。もうバカだよね、なんでこんなことするんだろうと思って、いや、うちらの業界もやっていけないもん、やっていけないとはめんどくせえもんね、うん、で本当にこんな全体的な消費減るじゃないですか、うん、はいはい、で税額増えるの、増えないでしょう、納税額、いや絶対増えない、もう減るに決まってんじゃんっていうね。なんでこんなことやるんでしょうね。いやだからね、もうこれ考えてるのが経済学者なのか無能な政治家なのかそれは分かんないけれども、まるっきり意味わかんない、うん、いやだってね、タバコもとりあえず上がっちゃったじゃない、いきなり、いきなり、うん、いやだからね、別に俺タバコは吸い続けるよっていう立場でいるけれども、はいはいはい、そのほとんどの人ってやっぱりその生活費、はい、うん、が上がるっていうね、ところになると、じゃちょっと遠慮してみようかだとかね。そうで、あれをずっと突き詰めていくと面白いのは、まあ、さっきのねデリバリーとイートインの話とかもあるんですけど、うん、何でしょうね、あの経費かかるものに関しては 8% になるのかなみたいな、うんうん、例えばデリバリーなんか人件費なんかかかるし、はい、まあ、店舗運営はあの安い金額で済むかもしれないですけど、イートインのお店よりかは経費かかんないかもしれないんですけど、包材だったかいろんなのだから、まあそのファーストフードもそうですし、はい、あの地球に対してエコじゃない、その何ですかね、うん、その紙だとかプラスチックだとか、うん、いっぱい出るものに関しては税率が 8% で、うん、エコな方には 10% 地域が、わけわかんないですよね、うん、何なんだろうとか、どういう意味なの、うん、
もうそうだし、うん、なんかもう外に出るなって言ってるような気がするのね。そうなんそうなん、外で飲み食いするなよって言われてるみたいなんですよ。まるでみんな持って帰って家で食べてるんですよね。そうすると街が死ぬわけじゃないですか。そう、家で食えばいいじゃんみたいな、だってその方が得でしょって言われてるみたいな。何なのそれ、うん、ねえ。いやもう本当飲食店舗潰しにかかってる。いやでもそれしか考え、そんなにしか感じないですよ僕ら、うん、本当に。いやだからそれを誰が反対運動するのって話なんですよ。ねえ、うん。いやだからもう声を大にして言ってくれる政治が、うん、もう絶対にみんな応援しようっていう話になると思うんですよね、うんうん、毎回毎回消費税上げるたびに社会保障だのうんぬんだのって、それを増額、うん、その分を回しますって言ってるけど、はい、じゃあ実際に増えたのかどうか、まあ、増えたとしても実際に使ったのかどうかっていう疑問があるわけですよ、うん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 、そうだよね、うん、いやだからもう今みんな混乱してるし、ええ、もう政治に対しての不信任は当たり前のようにやってるからね、うん、ダメだねこれ。いやいやとすると海外行こうか。いや本当ですよ。あとね2年したらもう行ってないです日本に。その前にもうだってやばいですよ。だってオリンピック終わったらすげえ多分大記憶来るんじゃないですかね。いやいや、そうだよね。そこまで考えろって話だよね。だって今建築業界がですよ、ゼネコンがですよ、うん、過去最高利益上げてるんですよ。おうおうおう、バブルの時の倍上げてるんですよ、利益、売り上げも利益も、おうおう、うん、へえ、にわかに そんなに作ってるようには見えないけど。いやだけど結局復興事業だったりとか、うん、そういうのがいっぱいあるけど、災害事業とか、はい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 、なんでやばいんです。あとはまあその耐震工事も今問題になってますけど、あれの建て直しとかで実はすんげえ儲かってるんですよね、こうアホみたいに。なんだけど景気は全然良くなってないでしょ。いやだから結局偏ってるだけでしょ。そうそう、お金の流れでオリンピックをめどに全部それが止まるわけですよ。下手したら3分の1に減ったりとかするわけですよ。でそしたら他に流れてくりゃいいけれども、流れる要素が全くないじゃないですか。はいはい、いやもう本当大変な世の中になりそうですね。いや本当ね、うん、もう本当つまんなくなってる最近。あのね、例えば外国でそういうもう国のやってることを信じられなくなると、はい、必ずデモが起きるわけじゃないですか、ね、やっぱりね、もう日本もね、そうなっちゃいますね。そういう感じでね、なんかもう反逆者がね、ただ問題なのは、はい、おじいちゃんおばあちゃんばっかりいて、おじいちゃんおばあちゃんたちがそれやってくれるかって言ったらやらねえじゃないですか、うんうん、はいはい、私たちはもう死んでいくだけなんでって、ね、死んでいくだけだったら贅沢すんじゃねえよとか思って、もう贅沢しないで若いもんにもっと道を開いてあげてよと思うけど、その割には保育園が嫌だと、保育園が近くにできるのは嫌だとかね、いろんなブツブツ文句ばっか垂れやがってじいばばが。いやだからね、その今の若い人たちが今後その年金にしても何にしてもすごい負担がかかってくるわけじゃないですか、はいはい、とすると若いやつらがねやっぱり反発していかなきゃいけないと思うんですよ。いやと思うんですけどね、どうにかなんないですかね。いやもう大学のね紛争運動があったように、もう40年50年くらい前ですかね、うん、そうなってくれないとね、なったら面白いなって。そうですね、そしたら俺たちの時代来るかなって、よくわかんないけど。あ、いやでも本当にね、お先真っ暗ですよ。なんかこの全然いい、なんかあれが出てこないですもんね。頭なんか想像できないですもんね。だってね、まあ、こう言ってるのは自由かもしれないけれども、じゃあ実力で反発する人っていないわけですよ、ね、みんなだから日本人っていい子ちゃんになりすぎちゃってる、いやてかまあ反発したけどどういうふうに反発すればいいのか分かんなかったよね、とすると、それをねやっぱり束ねるようなリーダーが現れて、カリスマがねやろう、そうそれが一体誰になるのかって、ね、一回ぼっかしちゃえばいいのにね。いや本当そう思うわ。でそいつを中心に新政党を作って、もうだから昔の中核派ですよ。ね。そう出てこねえかな、なんか。だからみんななんか出てこねえかなっていう指くわえで待ってるから、もう出そうよ。そうだね。リーダー作るしかない、ね。そう。じゃあ誰にやってもらおうか。明らかな。ちょっと待って。何を。あ、無理か。もう内輪で受けてもしょうがない。一番何やっても害がなさそうだ。いやでも本当マジでね、国に対して立ち上がらなきゃいけない時代はもうそろそろ来るのかなっていうふうに。いやなんかやばいですね、そういうふうに思いますね。しかもやりたい放題はいいんだけど、その根拠はどこにあるのかわからないんですよね、自民党の。だから自分さえよければそれでいいっていう人たち。そうだから、それが何の良さがあってやってるのかが見えないっていうか、何のためにそうするのか、ただ考えてる人はいるんだけれども声が小さいのかなとしか思えないですよね。はい、辛
いわこれ。